はようございます。プッシュー。はい、ということで抽選終わりました。はい、おそばん引くかもと言いました。確かにそんな、でもおそばんたることよくないですか。419番、狙いは番長3でした。はい、取ることはできません。で、おそらくですけど、まあ、マド2も久々に打ちたいなと思いましたが、マド2も打てません。なので、はい、本日空いてるライからスタートしていきたいと思います。頑張ります。おはようございます。おはようございます。こっちの空番にしようかな。狙いの絆、まあ、ワンチャン空いてればいいなと思ったんですけど、空いてなかったんで、本日サラバン2からスタートしていきたいと思います。頑張ります。はい、おふみ TV ご覧の皆さん、おはようございます。パチンコパチスロタレントの桜梨央です。さあ、本日やってまいりました8月12日、本日はメガコンコルド1280稲沢店にて BB ちゃんのオフ会開催となっております。さあ、本日ですが8時半から抽選の方がございました。さあ、今日もね、ちょっとおそばん泣き満々だったんですけども、まさかここまでのね、おそばんを引くとは思いませんでした。で、抽選の方が390名様、一般171名様と合わせて561名様にお集まりいただいております。そんな中でのさくらさん419番、台を選ぶ権利はほぼほぼありませんでした。もう入った時にはお気どき、バラエティー、あとはあのサラバン2、はい、この辺がねちょっと空いていたので、まあその中でも、まあ一応最近サラバン2かなり楽しめるようにはなってきたので、サラバン2からスタートしていこうかなという感じになっています。いやー、絆打ちたかったな、番長3打ちたかったな。なんかね、最近番長3打ちたいって言ってる日だいたいおそばんなんですよ。なので言わない方がいいのかななんて思いながら、はい、抽選の方を、はい、終わらせました。ということで本日はサラバン2からスタートしていきたいなと思います。で、朝一なんですけども、店内の方は、おきどきとバラ以外はほぼほぼ全台満席状態となっています。で、今日はもしかしたら大移動ができないと思われるので、まあサラバン2ね、いい展開見れるといいな、絶頂なんて見れた時はうほーって感じになれると思うんで、はい、頑張っていきたいなと思います。はい、そして皆様が気になっておりますオフミートはユーザー主導型のツレスロフ会となっております。で、本日は BB ちゃん主催のオフ会ということで、 BB ちゃんのオフ会にはドレスコードがございます。で、今月8月は確か運動会だったはずです、うん、去年の写メを見たら運動会の格好してたんで、で、本日は体操着を忘れてきた運動会に来た人、はい、だから、まあ、一応ね、紅白帽子見本にかぶして、あとなんだっけ、これ何鉢巻きか、鉢巻き、はい、これしか持ってかなかったら人の運動会という感じで、はい、本日このドレスコードで楽しんでいけたらなと思っています。今回も、マスクを着用しての、遊戯となっているので、その辺はご了承いただけたらなと思います。さあ、それでは今日も一日行ってみましょう。レッツツレスロー。では、今からスタートしていきたいと思います。本日サラバン2からのスタート。さあ、番長さん、番長3を取りたかったけど取れなかったが、同じ番長つながりで楽しんでいきたいと思います。さあ、それでは行きましょう。よろしくお願いします。ちょっと音調整楽します。まずはね、朝一天国で引っかかってくれたらラッキー、そう思っておりますよ。サラバン2もね、結構叩きどころはある台なんで、まあ、そこに行くまでの、ね、壁がちょっと熱いのかなとは思うんですけど、ラッシュ中とかは楽しいです、まあ、どんな台もそうなんですけど。お約1ゲーム、B であればおそらくこれが最後の営業会議になると思われます。ただカメラマンさんが言うように A の特集であれば
ここでは当たりません。さあどうなる。私は B だと思って打ってるんですが、ただ確かに100、200、300、400、そして今に至るまでそんな全部全長来てるんですよ。当たる気がしないぞ。落ちてこい。本当に A の特殊だったの。おーい。おー、 B だと思ってたのに。確かにそうだよね。 B だったら200とか400で来ないよね、そんな。チャンス目からの対決、お願いよ。ちょっとだけチャンスアップしてるんだから。営業会議行く？エッチね。どっちか10トンになろう。一緒に戦いたくないというのであれば、どっちか10トンになってくれたらまだチャンスあるのかなって思うんですよ。あー、行っておくれ。ただね、思うの、100回に1回はちゃんと演出来るから飽き知らずなわけですよ。そう、ほら普段だったら、まあ200ゲームで演出全長終わったら400ゲームまで何もない、あーってなるんですけど、とても演出だけは絶え間なくあってくれるんで、そういうことじゃないんですけどね。なめるんじゃねー。あ、京都。750枚。なんとか天井は回避しての当たりとなりました。とは言っても遠かったけどね。はい、そんな感じで。さあやっとここに来ましたよ。
651ゲームかな、はい、赤7ボーナスです。はー、やっとですよ、ようやっとって感じですよ。私は鏡さんで行きます。さあ、あとはダッシュに入れたいだけです。全然上がらなかった。この20ゲームの間にいかにがっつり上げるかが問題なんですよ。で 40% お願いします。さあ、まず一発目クリアです。あと2つあります。46%。お願い。あー、マジか。おい。あー、本当に終わった。あー、本当に終わっちゃったやつらね。ダッシュ入らずでの終了です。あー、それもロゴなしっていうのは痛い。あー、マジだ。おい。あー、はい、ありませんでした。それも一発もクリアできなかったって。はあ、ただロゴありなんで天国あったら嬉しいな。はあ、午前豚丸移動かな、やっぱり。いけた、共同です。あ、オス弁当だった。初めて見た。いや、初めてじゃないですけど今日は初めて見ました。いや、やっとですよ。あ、そう、このカウントダウンはでも私自身初めてですよ。ありがとう。舐めるじゃない。いやー、遠かったです。そう、1250枚326ゲーム、シャチホンステージからのオス弁当で当たり。さあ、そして青七でございます。今日初の青七、ありがとう。あとは頑張ってダッシュに入れます。これでいく、いくぞ。とりあえず86まで上げた。何が何でもラッシュが欲しい。はいはいはい、よし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 。まず1個目の難関クリアです。2つ目クリア。さあ、ラストです。さあ、 91% でいきます。お願いします。さあ、パンダさん倒れてください。すんなりと行ってください。よかった、前半でやっとラッシュまで入れてありがとうございます。いやー、よかった。
あー長かった、本当に長かったです。106枚となってます。ちょうどここでラッシュも確定したところでお昼休憩行ってきます。後半戦スタートしていきたいと思います。さあ後半戦はラッシュに入った状態からのスタートです。さあ伸びてもらいたいところではございます。はい、なので頑張ります。よろしくお願いします。はあ、久々に聞いた。鏡さん頼んだよ。鏡さんを選んでいるんで来てさえくれればスラッシュ確定となるのだけど、来たー、よーかったー、よし、よかったです。とりあえずはクラッシュゲット。さああとはここで乗るか乗らないか、これだけですよ。ありがとう。あとはこのスラッシュ中にノルマあと1個で溜まるんで、それも食べたいな。絶対今食べちゃった方がいいのよ。30枚目、溜まりました。ジレイ乗せて、30はでかいよ。あー終わっちゃった。あースラッシュは30ゲーム60枚のせいです。チャンス目、ボーナスも欲しいな。一緒に60。あのスラッシュ中にね行けてたらとは思ったんですけど、さあ見たまえ、ライト右左出た、右左出た、今夜のチャンス、右左よかった。今日2回目のスラッシュです。30。さあこのスラッシュ、せっかくもらったチャンスはね、あのちゃんと生かさなきゃなんだよ。なんか引けましたね。弁当かチャンス麺、弁当の世話ありがたい。さあ豚まったよ。まあこっちの2つがいいな。うわーのせいラッキーかプラス5。自分の投入を、
ベルが欲しい。押し順ベルが欲しい。これ100ぐらい乗んないかな。やっぱね、このね、狙い演出、本当にね、来るときと来ないときの差が本当激しいですよ。これで10ゲームの世話、ありがたい。あー、終わっちゃった。そこそこ続いたスラッシュも終わっちゃいました。55ゲーム120枚。まあまあまあ、そこそこは続いていたんで。ただね、このノルマを貯めときたかったなって。あー、終わっちゃったかな。上乗せ2つあるけど、あー、ないか。チーお願い。あー、終わってしまいました。849枚、終了です。まあ伸ばせた方だと思います。まあなんとかね、スラッシュも絡められたんで、まあとは言うても結構今日は使っております。なので全然まくれてはいません。まあとは言ってもね、こんだけ出てくれてありがとうございます。ロゴなし。あー、まさかの一発落ち。あー、ないか。なさげだね。後期は来てるけど、ロゴもあるけど、行きましょう。落ちてこう。縄文突破でございます。こちらまから天国です。うー、やっと今日初の天国ですよ。ちゃ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 んちゃん。今日は鏡さんじゃなかなかうまくいかないので、とどろきさんにしましょう。君にかけた。まだまだ行くぜ。行ってくれ。さあラスト勝負です。男の最終決戦。行ってくれ。本郷さん頑張ってくれ。左行くぜ。錦のハロウ、これ式のハローか。あ、ありがとう。よかった。よかった。当たった。当たったよ。ラッシュ。ラッシュ入った。ありがとうございます。ありがとう。よかった。あー。よかった。今日2回目のラッシュ。なんとか、多分あれ、強調2回引けてよかったね。引いてなかったらきっと終わってたよね。はい、そんな感じで本日2回目のラッシュとなっています。2回目のラッシュはトロロキさんでいきましょう。さあ降格中プラスアルファでジャンプ。あー、終わっちゃうよ。嫌だな。あー、せっかく頑張ってラッシュ入れたのに。いやー、このね、もうなかなか開かないよ。プッシュ出ないか。ああ、182枚。はい、ということで天国はなかったです。で、おそらくシャッターの色も白色だったんで、 A にいる可能性もあるんで、通常の可能性もあるんで、はい、ここで終了したいと思います。それでは本日も一日ありがとうございました。
い、それではただいまのお時間をもちまして終了させていただきます。さあ本日8月12日、本日はメガコンコルド1280稲沢店にて BB ちゃんの風会開催となっておりました。さあ本日ですが、サラバン2打ち切りとなっております。大変な台でしたそうですね、もう思いつかなかったです。大変、ラッシュ入れるのも大変だったし、当たるのも大変だった。いやー、まあラッシュがね、ちょっと1回目に入れたラッシュがとりあえず伸びてくれたので、大やけどとまではいかなかったです。で、投資の方が1250枚、回収262枚マイナス988枚での終了となっております。いやーねー、2回目に入れたラッシュが私の予定ですよは1000枚ぐらい入れる予定だったんですよ。なのにスラッシュの狙えっていう言葉でさえ出ない駆け抜け終了です。はい、なんで次回こそはプラスフィニッシュを目指していきたいなと思います。で、私はちょっと負けちゃったんですけども、店内状況かなり楽しそうでございました。で、特に気になっているコーナーが、バンスリーコーナー、全部で30台あります。で、それが、5台区切りずつでパネルがあるんですけども、パネル、ミサオちゃんパネルと対決パネルかな。で、その対決パネルの5台の、景品カウンター側ですかね。はい、その対決パネルがとっても5台とも楽しそうな感じになっておりました。羨ましいですね。てっぺん確定画面とかも出ていたりするらしいので、まあそこのコーナーは間違いなくだと思います。で、あと他にも、ジャグラーからだったらスーミラコーナー、ゴーチツーコーナー、あとマイフォーも今気になっているような状況です。あとあれですね、リゼロ、リゼロがやっぱりパネルが2つあります。で、双子ちゃんパネルとエミリアちゃんパネルの2つあるんですけども、それの今日は双子ちゃんパネルの方が綺麗な右肩上がりのグラフができています。弱 AT を何度も何度も繰り返しているような感じなので、うん、あそこのコーナーも当たりなのかなというような印象です。なので本日の BB オフ会の様子が気になる方はぜひおふみのレポートの方もチェックしてみてください。それではですね、本日も一日ありがとうございました。ふーんふーんふーん、おふみ TV チャンネル登録よろしくねー。